尖閣諸島に中国船、居座り続ける。海上班長によりますと、尖閣諸島の日本の領海の外側にある接続水域において、中国船2隻が航行していることが確認されました。こちらは20日連続で確認されておりますけども、現状、こういった中国船は台風が接近しない限り、居座り続けるような事態に、 陥ってしまっております。このような事態を受け、海上保安庁は、令和3年度の予算において、まあ、尖閣諸島だけではなくてですね、日本が守るべき海において、まあ、様々な問題が発生しておりますので、巡視船を増やしたりして対応する予定でございますが、現状、 海上班長や海上自衛隊などの能力をもってしても中国側の挑発行為に対して対応が難しくなりつつありますので海上班長にはこういった中国船の動きに対し単に監視をして警告をするだけではなく 法整備を行っていただき、中国側が尖閣諸島は中国のものだと主張している時点で、彼らの行動は無害通行ではなくなっておりますので、法整備を行ってこのような中国船を排除できる体制を速やかに整えていただくようにお願いいたします。以上になります。 ご清聴いただきありがとうございました。